おはようございます。名曲の楽しみ、吉田秀和です。今日は1777年のモーツァルトの作曲を聴く2回目。まずケッシェル271の G、 古い番号で289、これの変法長調のディベルティメント、これから聴くことにいたしましょう。これは多分この年の初夏、ザルツブルクで書かれたものと言われております。編成は木管の60奏、オーボエが2つ、ホルンが2つ、ファゴット2つ。ですから今まで僕たちはこの一連の木管60奏のディベロップメントを聞いてきたわけですが、213、240、252、253、270と。だからこれはその第6曲目にあたる、そのグループの一つと考えていいんでしょう。楽章も今まで通り4楽章。第1楽章はアダージョ、エスドゥア、変法長調、四分の三の序奏がついてて、そこにアレグロ、四分の四の主要部がします。これはその他形式。第2楽章がメニエット。メニエットの主要部もトリオも同じように変法長調。それから第3楽章がアダージョ、四分の二、変法長調。それから第4楽章がフィナーレ、終楽章、プレスト、変法長調、2分の2。で、以上のように全楽章を通じて変法長調で初めからおしまいまで一貫して通しているのはちょっと珍しいですね。それから、我々がずっとこう聞いてきた同種類の、つまり木管60奏としてのディベルティメントの中でこの曲だけが遅い、助走がついて、でなんとなくこの物々しいような始まり方をします。それでどんな特別な展開があるのかと思って聞くわけですが、そうすると大したことがない。それどころかおそらくこの6曲のディベルティメントの中では一番簡単で、あっけらかんとしたような作風で書かれています。でちょっとこう拍子抜けっていうかな、びっくりします。じゃあとにかく全曲続けていくことにしましょう。これ今までずっと聴いてきたのと同じ人たち、つまりオランダ管楽合奏団の人たちの演奏で、指揮はエド・デ・ワールトです。
Thank you.
今のはケッシェル271の G、古い番号で289の木管60層のためのディベロップメント変法調調。この次はケッシェル272の演奏会用アリアです。アロプレビド。ああ、私は初めから、それが見えていたというような言葉で始まる。ソプラノのためのレスターティーヴォとアリアです。で、この曲はこの年、つまり1777年の8月にプラハのドゥシェクという夫婦がザルツブルクに訪問しに来て滞在していたのを機会に、この奥さんのヨゼフィーネ・ドゥシェクという人のために書かれたと言われています。モツァルトはこのドゥシェク夫妻とはかなり親密な付き合いがあったらしくて、後に彼がフィガロの結婚だとか、ドン・ジョバンニだとかを、が、プラハで上演された時に、プラハを訪ねていくんですが、その時には、このドゥシェク夫妻の家に泊まっていました。で、その時彼は、このドゥシェクの奥さんのために、ケッシェル528のコンチェルトアリアを作曲しています。これはまた、その時に、皆さん方と聞きながら楽しむことにしたいと思うんですが、これかなり難しいんですね。それで半音階を使っていて音程がとっても取りにくいパッセージがあります。で、こんな難しい曲を書いたんだから。で、モーツァルトって人はその人のために誰かのために作曲することはよくありましたけども、難しいものを書いたのはちょうど先週聞いたケッシェル271のピアノコンチェルトがそうであったように、やっぱりそれは
上手な人のためには上手な人じゃなきゃいけないような難しい曲を書く、つまりそういうことをやるのは楽しいんですよね、上手い人だったら。だからこの曲も難しい曲だっていうことは、つまりドゥシェクの奥さんっていうのがただの素人の芸当として歌を歌ったっていうんじゃなくて、相当にの歌い手だということを考えていいんでしょう。事実このドゥシェクの奥さんのためにベートーベンが後に、コンチェルトアリアを書いてます。アーペルフィードというやつですから。だからベートーベンだって、もっともベートーベンはモーツァルトと違ってちょっと気難しさが違いましたけどね。ベートーベンはモーツァルトは作曲をするときに、僕は仕立て屋さんと同じだ、その歌う人にぴったり合うような洋服を作るんだと言っていました。だから難しい人には難しい人に合うような、痩せた人に痩せたのに合うような服を作るように、難しい人には難しいのに合わせた音楽を書いたんでしょう。ただベートーベンって人は必ずしもそうじゃないんですね。仕立て屋さんとしたらどうでしょうね、その注文主よりも自分で作りたいものをちょっと作っちゃうっていうところがありましたよね。だからことにこの晩年にはその癖がだんだんひどくなってきて、ディアベリーバリエーションなんてね、これはまあ極端な例ではありますけど、出版屋が当時の有名な作曲家全部に自分の主題を出して、一つか小さいバリエーションを書いてもらって、それで一冊作る気だとか、ベートーベンはそのテーマ、出版屋の親父が作ったテーマを主題にして、ものすごい、まあ古今を通じても最大の難曲の一つのディアベリーバリエーションを書いちゃった、まあ、そういうとこは、だからベートーベンが書いたからって言って、その捧げられた人がどれだけの腕前だったかは必ずしもはっきりしない。まあ、どうも余計な話しました。とにかくこれから聞くケシェル272のアリアの方は、これはパイジェロが作曲したオペラ「アンドロメーダ」の第2幕第9番にあるアリアの歌詞をそのまま使って、そしてモーツァルトが改めて作曲したもの。こういうことはよくその当時の人しました。モーツァルトもしましたし、他の人もやった。それはこのオペラを上演するときに、たまたまそれを歌うことになった人が、また違う作曲家に私のためにいいアリア書いてちょうだいなんて言ってやったという、そういう習慣があったからですよね。これはそのドゥシェクのために書いたんだけど、で最初にレシタティーヴがあって、それからその後にアリアが来て、それからまた後でレシタティーヴがあって、最後がカバッティーナで終わるという非常に長い曲です。やっぱりとてもモーツァルトのソプラノのためのコンチェルトアリアの中では屈指の名曲になるとされています。でアリアの部分は変法調調2分の2アレグロソナタ形式で、カバティーナの部分は変ロ調調4分の3アンダンティーノがあって、で最後がまた2分の2のアレグロで結ばれるというふうになっています。オーケストラの編成は弦楽に、オボエとホルンがそれぞれ2本ずつ。アンドロメーダっていうオペラの筋は申し上げなきゃいけないでしょうかね。これはそのギリシャ神話にあるんですね。それで怪獣の生贄になりかかったアンドロメーダがペルセウスという英雄によって救われ、それでお互いが結婚しようとするんですが、王様が許さないので、今度はそのペルセウスが絶望のあまり自殺をしようとする。でそれを聞いてアンドロメーダが歌うのがこのアリアの、全般のレシタティーヴは、私を救ってくださったあなたが今度は自殺するということで私の胸を切り裂いてしまう、どうしてそんなことするんですかといった、まあ悲しみと恨みとを混ぜたようなところがあって、それから節は残酷な人よ、どうぞ私の前から立ち去ってください、あなたみたいな残酷な人は野獣の群れの中でも暮らしたらいいでしょうと。つまり考えていることと反対のことを言うわけですけどね。でその次にレスタティブがありまして、私はなんと不幸な女だろう、苦しみの中で息が止まりそうだ、 でもやっぱり行かないでください、どうぞ私と一緒にいてください、
で最後のカバティーナのところは、どうぞ死の国に渡っていくんだったら私も道連れに連れて行ってください、私も用意できておりますっていうのは、まあそういう歌詞を持ったものです。じゃあ全曲しましょう。歌っているのはシルビア・シャーシュ、ハンガリー国立オペラ劇場のオーケストラで、指揮はエルヴィン・ルカチという人です。Thank you.
今のはコンチェルトアリア、ケッシェルの272。もう一曲コンチェルトアリア聴きましょう。で、実はこれは前の年、つまり1776年の9月に書かれたもので、これまでレコードがないんで、とても皆様方と一緒に演奏を聴くことができないと思って諦めていました。ところがそういうレコードが出たもんですから、大喜びでこれを皆様方と一緒に聴くわけです。で、これは200、ケッシェル255で、ただソプラノのためじゃなくてアルトのためのレスタティフォとアリアで、オンブラフェリーチェという言葉で始まるものです。で、今申し上げたように1776年の9月、ザルツブルクで作曲されました。で、アルト用のアリアっていうのは、モツァルトにはこれ1曲しかない。で、モツァルトの書いたものの中でもそういうジャンルのものとしてちょっと変わった、毛色の変わったものとして有名なものです。元来はミケーレ・モルテラリという音楽家の作曲したオペラ、アルザーチェという中のオペラの中のアリアの一つで、その同じテキストでもってモーツァルトが新しく書いたもの。これはさっきも申し上げましたように、こういうことを当時の作曲家たちはよくやった。で、オペラの筋は、あらすじは、だいたいメドーンテという王様がセレーネという人を妃に迎える準備を整えていったところが、実は彼の軍隊の隊長さんでアルスザーチェというのが彼女と相愛の仲だということを知って、一度は許すんですが、結局は胸の内が収まらないで、彼女を地下の復讐の女神の神殿に閉じ込めて殺してしまおうとする。で、それを聞いてアルサーチもそこに飛び込んで、そして二人で、これから死を前にして永遠の、なんていうんですか、人生との永遠の別れを歌うというのが、このアリアとレスタティオの受けなんて置かれた位置です。で、レスタティーボの方は、私は死んだ後に亡霊となって戻ってあなたに会いに来ます。忠実な恋人に向かってあなたの美しい目を開い、手を差し伸べて愛の印を見せてくださいというようなことがありまして、そしてアリアは、私はいなくなるけど、これが最後の別れとなるのかどうか、もう一度会う機会があるかどうかわからないけど、ただ私はあなたの身の上だけが心配です。今までにこんなに苦しい、こんな苦しみを舐めた人が果たしてあったでしょうかと、こんなような言葉が歌われます。音楽はレスタティーボがアンダンテで始まって、アリアはロンドとして書かれていて、アンダンテ・モデラート・ヘチョーチョの主要部と、それから一番おしまいの、もう一つアレグロ・アッサイとが、なんだか交代しながら展開されるようになっています。オーケストラは弦、それからオーボエとホルンがそれぞれ2本ずつ。これはモーツァルトのコンチェルトアリアの一番基本的な形の一つですね。編成の一つです。演奏しているのはテレサ・ベルガンツァの独唱。それに、ジョージ・フィッシャーという人が指揮したウィーンの室内オーケストラの演奏です。
You
今のはケッシェル255のアルトのためのレスタティーフォとアリア、オンブラフェリーチェ。歌っているのがベルガンサ、そして演奏しているのがウィーンの室内管弦楽団ジョージ・フィッシャーが指揮した、そういう演奏でした。さっきもちょっと申し上げましたけども、モーツァルトのソプラノのアリアがアルバムになって最近出まして、そこにはモーツァルトが子供の頃から書いてきたアリアが収まっているという、とっても楽しいもので、今まで僕たちやれなかったものが何曲も入っています。だからだんだんに時間があるたんびに入れて、これからそれを結局全部尽くせるように持っていきたいと思いますけど、少し時間があるのでケッシェル271の D、昔の番号で274の教会ソナタ、これを聞くことにいたしましょう。都庁長です。これも1777年のシャニク祭のシーズンにザルツブルクで書かれたものです。いつもと同じ編成で、バイオリンが2丁、それから低音、それからオルガンという編成です。一楽章形式のソナタ。演奏してるのは、オルガンを弾いてるのがコールゼンパ、そして、ウィンシャーマンが指揮したバッハ・ドリステンの演奏です。Thank you.
ツァルトが1777年に書いたディベルティメントとアリアと、それから前の年に書いたやっぱりあのもう一つの他の方のアリアと、それから教会ソナタと、この4曲を聴きました。じゃあまた来週。